しようかな。こんにちは。今日は7月、ここは静岡県の伊東市理想郷東口です。その名前につられてつい降りてしまったわけですけど、こんな感じで、まあ、昼間に中心にあるから、やはり観光輸送が主体なんでしょうかね。シャボン玉公園前駅と、これが3で、反対側に4、あっち側に1と2があるらしいです。あ、でもこっちからもサボテン公園の生き物出てるので、ちょっと複雑ですね。でもこうやって昼間はかなり本数が多くて使いやすそうではありますが、一応だって伊豆営業所というのがあります。これが何の営業所なのかはよく分かりませんが、反対側のバス停はこのようにちゃんとした待合室として、自動販売機もあります。しかもフォークペインを使える、素晴らしいですね。普通の料金という感じで、待合室もちょっとおしゃれですね。これは特にこの東海バスとは関係ない、いいですね。理想郷東口、全部大文字なんだ。あ、じゃこれも全部大文字かよ。理想郷の東口というわけで、じゃあ理想郷はどこにあるんだと言われたら、この坂を下って、まあ、10分ぐらい歩いた場所に理想郷というバス停があります。ついにやってこれたんですね、理想郷に。なんか感慨深いですね。理想郷東口、グランパル公園経由伊東駅、鍵尾公園駅のバスが止まるらしいです。おー、でもこちら側は多いですね。このバス停は少し離れた場所から見るとまた違う趣があって良いものです。この道を曲がって一番の乗り場、こちらから、ここからもサボテン公園駅のバスがあります。ここを見ると本数はかなり多いけど、多分これは伊東駅から来た系統なんですかね。ここは理想郷か。ずっと調べてるな。残念なことにビデオカメラの充電が切れてしまったので、再びこのこちら側に椅子もありますね。さっきここに、ね、バスを待っていたおじいさんとお話をしたんですけど、よく遅れるらしいですね。そういえば私がさっきあそこのバス停で、ね、降りたあのバスも確か5分ぐらい遅延していましたね。それで少し運転手さんもちょっとなんですけど、なんて言ったらいいんだろう、そんな感じでした。よく遅延するらしいですね。で、ここのバス停、系統がとても難しいっぽいですね。ここから来てこっちに曲がる系統もあれば、あっちに行く系統もあるらしいし、ここからこっちから来てあっちに行く系統もあると、かなり複雑のようです。理想郷東口でした。大室山やこの伊豆高原のこの理想郷という地名、これが何を意味するかといえば、別荘地だと思います。このままこっちに行けば大室山9丁目というバス停もあるんですけど、今回私が目指すバス停は大室高原の2丁目です。結構坂になっていますね。バスは力強いですね。